あれなんだよ、なんか後ろ向いちゃったの、ぽいちゃんが。もう一回やるって、もう一回やってくれた、かわいい。いいこと思いついた、ぽんちゃん。クロケン誕生日の一環としてこんなのを買ってきてくれました。ソフトクリーム、そしてちょっと前からですね、うちで話題になっていた昔モカっていう、コーヒーのソフトクリームがすげーうまかったっていうのをこれで実現したらどうだろうということになりました。インスタントコーヒー、ちょっと開けられないかな、開けられない、ちょっと待ってね、片手で。お、あれがいる、お皿とかいる、わかんないな、ちょっとやってみるわ。こっちの方が崩れてないかも、うん、はい、バニラのソフトクリームにどうでしょう。なんかでもやりすぎたらとんでもないことになるかな。ジャリジャリしそうくない？まあ口の中で溶けるんじゃないかという。さあ食べてみます。匂いはすごくいい。あのインスタントってさ香りいいよね、うん。普段は豆をひいたやつを飲んでいますが、高級な豆ではないので香りがあまりしません。インスタントを少し散らすっていう手もある、ね、うん。じゃあ食べてみます。ジャリジャリ、うん、ちょっとジャリジャリするんだけど、うん、コーヒーの味がする。これお水とかお湯でちょっと溶いてみたらどうかな。ありかもね、うん、ちょっと溶いてみる。で少しかける。あ、そうね、口当たりがちょっと悪いです、ダラッとして。それをとろみがついている程度に濡れてるといいのかな。溶けた？欲しい。おお、なんかすごい色だ、いい感じだ。ちょっとじゃあちょっと、おお、うわ、こそいいんじゃない。本当いいんじゃない、いいんじゃない。食べます。食べてみて。苦い、苦そう、うん、でもね、うん、すぐバニラが来るから本当おじさんにはちょうどいいかもしれないな。これちょっと採用かも。本当、うん、あの口の中にねコーヒーの香りが残るので、うん、嬉しい。はい、ミニストップのバニラアイス、いつもこれを食べていますが、新しい食べ方発見しました。クロケン誕生日のご褒美です。まいまい、本物は？明日お祝いしようね。